続いては特捜9チームです。皆さんは学校の集会などで先生の話を聞くときにどんな姿勢で話を聞いていましたか？このように閉じた両足を抱えるようにして座る体育座りが馴染み深いのではないでしょうか、うん、実はこの体育座りを見直す動きがあるそうです。現在全校集会が行われていますが、全校生徒およそ110名がパイプ椅子に座って話を聞いています。山口県下関市の豊北中学校は去年の夏、学校では見慣れた光景の体育座りを廃止して全国から注目を集めています。そこで今回の特捜級チームは、なぜ豊北中学校は体育座りをやめたの？発案者である校長先生に話を聞きました。私は着任してですね、すぐ人権の講演会というのがありまして、まあ、その時に長時間子どもたちが体育座りを、まあ、辛そうに、している姿を見てですね、聞けてないと意味がないので、まあ、これは変えていった方がいいなと思ったのがきっかけです。体育座りをしている生徒を見て辛そうだと感じた矢田部校長がパイプ椅子にしたらいいのではないかと思いついたそうです。しかしそこにはある問題がありました。パイプ椅子はなぜ中学校でできないかというと、配管に傷がつくからですね、下にこのビニールのシートを引かなきゃいけないんです。ビニールシートを引くには手間と時間がかかります。そこで考えたのが、ゴムのカバーをつけたらできるじゃないかと。矢田部校長は早速 PTA などに相談しました。子どもたちも疲れなくていいからいいんじゃないかなと賛成はしました。子どもにとって楽な体勢だった方が長く聞きやすいんじゃないかなと思います。まあ、あんまり長すぎてもまたあれですけど。矢田部校長の考えに賛同した PTA はパイプ椅子の足につけるゴム製カバーを生徒会に寄贈。1年経った今ではパイプ椅子での集会がすっかり定着しました。ところで体育座り、そもそも体にはどんな影響を与えているのでしょうか。10年以上体育座りと子どもの腰痛の関係を調べている理学療法士の増田さんに話を伺いました。体育座りというのは椅子やあぐらなどに比べると非常に腰や背中も曲がりますので、腰の後ろの筋肉が特に伸ばされる姿勢になっております。そして両手で両膝を抱えますので、非常に動きの乏しい姿勢、つまり拘束性の非常に強い姿勢になります。そのため長時間続くと筋肉の痛みが出やすい姿勢となっております。さらに体育座りが子どもたちに与える影響は腰痛だけではないといいます。体を前かがみに曲げますので、胸郭が広がりにくいので非常に呼吸がしにくい姿勢にもなりますので、息がしにくかったりということは集中力の低下を招く恐れもある姿勢だということが言えると考えております。子どもの発育に悪影響を及ぼしかねない体育座り、それではなぜ学校で行うようになったのでしょうか。その意外な理由とは。下関の中学校が去年体育座りを廃止したことで、全国でも体育座りを見直す動きが広がっています。子どもの発育に悪影響を及ぼしかねないと言われている体育座り、そもそもなぜ学校で行うようになったのでしょうか。1965年に当時の文部省が先生方向けに発行した集団行動指導の手引きという参考書、そちらに座って待機する際の参考事例としてこの体育座りがイラスト付きで掲載されたというのが全国的に大きく広がった理由かなというふうに考えています。なんとおよそ60年前の参考事例が特に検証もなく今に至るまでずっと続けられていたのです。しかし体育座りにも利点がありました。体育座り自体は大人数が小スペースでこう座れるっていう利点や、
まあ、手を抱えていますので手遊びを防げるというような効果があるといったところで、まあ、教育現場で広く受け入れられたのではないかと考えています。全国から注目が集まる体育座りの見直しについて下関市教育委員会は、教育委員会として体育座りを推奨しているということはございません。ただ学校においては体育の授業等で短時間の指示や説明の際体育座りをすることがあることも理解しておりますので、時間や場所、子どもの様子などさまざまな状況を考慮し、子どもの負担にならない適切な指導を行うよう教育委員会として周知をしているところです。体育座りからパイプ椅子に変わったことを豊北中学校の生徒はどう感じているのでしょうか。冬とかは体育館とかが冷たくて、あと生徒全員からその腰に悪いとかそういう声をいただいていたので、体育座りからパイプ椅子に変わったことによってより生徒が、先生たちの話に集中できるようになったと思います。楽になって嬉しいです。生徒たちからも大絶賛の体育座りの廃止、パイプ椅子に変えて1年が経った今、豊北中学校は教職員も子どももこれがスタンダードだというふうに変わっていると思います。集中力も高まったと思いますし、目的意識を持って集会活動を取り組めるようになったんじゃないかなと思ってます。変えて大正解だったなと。自分の学生時代を思い返すと確かに何の疑問も持たずに言われるがままに体育座りしてたなと思いますね、うん、そうですね、うん、なんかまあ言われてみればこう腰も曲がって あまり体に良くないかなという気はしますけど、うん、今までは疑問にも思わなかったです。そうですよね。なんか他にこう言われるがままにとか言われてみればってありますか、田中さん。これで思い出したのはうさぎ跳びで、うさぎ跳び小学校の頃はよくやらされたんですけど、はいはい、あれもこう膝に悪いということで1980年代ぐらいにはもうやらなくなったような気がします。確かにこうどん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 習慣って変わっているものもあれば変わっていないものもあるんだなと思うんですけど、体育座りって特にこの時期中島さん寒いですよね。そうですよね。寒いのもあるし、うん、私制服スカートだったので、はいはい、膝を寝かせる横座りがいいなっていうのは思ってましたね。あ、なるほど、はい、でこの VTR に出てきた中学校山口県だったので、はい、福岡市や北九州市など県内の主な教育委員会に取材したところ、まあ、見直しの動きも保護者などからそれを求める声も特には把握していないそうで、学校ごとに対応してもらいたいということでした。60年ほど前にこれ何の検証もなくって VTR にありましたけど、よく考えたらそのこの校長先生が気づくまで何の話題にもならなかったっていうのもちょっと驚きですよね。そうですね、まさにこの今まで当たり前だったものが、うん、実はよくなかったんじゃないかというのが今この校長先生の気づきによってこうもたらされた段階だと思うので、はい、でじゃあこれをどうやって変えていくかとなると、このさっきのゴムカバーだとかですね、うん、いろいろ工夫したりコストがかかったりはあると思うんですけど、やはり新しい知見に基づいてこう見直していくというのは必要なことだと思います。そうですね。全国からも多くの視察が来ているそうです。ここまで特捜9チームでした。